話聞いていきましょうか。まずロロンドから。真面目な、はい。それっぽいこと。そうだね。逃げろと言われましたね。逃げます。そんなことより得てこよ。喜ぶがよ。我が兵はついにメルキドロクを読み解き、火を吹く石像を使った強力な防壁を編み出したのだ。我が兵が編み出した鋼の守りなら、この町をさらにさらに強固に守れるだろう。さあ、エテゴ、この設計図通りに鋼の守りを完成させるのだ。西の方向、方角だ。以前の防壁は一度壊してくれても構わぬ。鋼の守りに必要な、鋼の大扉はお主なら思いつくはずだ。なるほどね。まあ、壊す必要はないよね、多分。鋼の大扉。で、ビリンはまだちょっとあれだからな。ってことは、とりあえず立てるか。これ壊しとかないとね。だから、これのちょっと前とかに、作るか、作ろう。これのちょい前に。持ち物。とりあえず、しまって。鋼の守りがちょっと生きなくなっちゃうな、これ。違う違う、鋼じゃない、普通守りが。もう一歩、ここ。ここら辺ちょっと崩そう。んで、設計図的には？はあ、なるほど。なかなか、素晴らしいね。石垣。あ、ちょっと待って。これどうやって回収するんだっけ？設計図外す。はい。これにかぶせてさ、設計図。ダメか。壊す？壊すかー。壊すのなんか嫌なの、もったいないなー。いや、どっちにしろさ、けど石垣またあれしなきゃいけない。壊そうか。ではここに立てよう。ここんで、まずは石垣を78か。足りないな、全然。なんかブン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 聞こえない。誰ブン騒いどるやつ。こうして、こうだろう。これで1段目で、2段目も普通に立てて乗っけていく感じ。足りない。で、あとは
バリケード、鋼の大扉作れるかな。鋼の大扉。お、作れる。作っちゃおう。で、トゲ罠。もうちょい。で、バリケード。素材が足りぬー。足りぬかー。とりあえずできるところまで組み立っておこう。え、どこに？え？どういうシステムこれ？え？こうだ。おお。で、トゲ罠をここら辺だよね。こうだよね。こうが逆ですけど。これ回転とかできないのかな？置けないんだけど。穴開けないと置けなくない？うん。4つ壊しちゃった。こう。これ内側なんか置くんかな。あー、ちょっとびっくりびっくり。迷路やもう。迷路や。あ、そうか、内側バリケードで、で石垣がもうちょっと。ってことはもう石垣バリケード置いてみるか。向きよ。これ燃やされんじゃん、このままじゃ。まずったな、まずったな。素早く置きゃいい。優秀か、この罠は一体。これでいい、これでいい。あと一箇所、あと一箇所か。もう壊れろこれ、もう邪魔だ。邪魔だ、邪魔。こうやって。あ、バリケード、あ、バリケードけどさ、何個か持ってたよね。ああ。壊れてる。壊れてるバリケードだ。あ、あらら。頑張れー。頑張れ、君たち。
開けてあげようか。これ侵入者ぞー、一人侵入者やー。いてかわいそう。ちょ一回寝よう。ロッシ入ってくんなよお前ここ、お前女部屋やぞここ。何入ってきてんだよクズ。ねえよ。とりあえず、うん、石垣が足りないから石垣の素材だな。でついでにバリケード素材だな。石垣の素材は。で、鋼も欲しいな。石材。バリケードは鋼なんだよね。石と、バリ、あ、石と。ってことは、鋼を取ってこなきゃいけないから。あれか。今一度行かんとダメか。行くか。そうだね、行ってこようか。うん、なんかちょくちょくなんか、あ、これはさっきのあれか、さっきの大きづちが落としたの。剥がれも取ってきたし、まずバリケード違う、石材、石垣、ほいと、まず鋼のインゴットだよね。あら、あ、なるほどね。鉄を再度加工したのが鋼のインゴットなのか。こういうことか。ああ、なるほどね。オッケーオッケー。鋼が落ちてるわけじゃないんだ。全部。うん。で、バリケードが。木材が足りないよ。木材は作れるよ。これでいいんじゃね？持ち物を、しまう、しまう。そうだ、サボテンってなんか料理できそうじゃないか？ピリン、ちょっと横失礼？ああ、特にないんだ。
食えんのかなっていうか試してなかった。これちょっと持っとく。傷薄よりも持っとく。土ブロックの床を、そう、あ、種か。あれ、サボテンどこ行った？あった。あ、そのまま食べられるんだ。サボテン、あ、サボテンフルーツは食べれるんだね。サボテンは？これこれこれ。食べれるとは書いてないね。うん、回復量がなんか加工するんだろうな。サボテン装備かな。はい、どこのテラリアやねん。はい、どこのテラリアやねん。石垣。とりあえず。よいしょ。これでいいの？あ、そうそうそう、ハンマー壊れたんだった、忘れてた。ハンマーがぶっ壊れました。大金槌。よし、これ邪魔だな。で、バリケード。よし、これでいいんじゃないか？あとは置くだけだよね。またここ壊してあげる。あー、壊して置くと。で、また埋めると。ちょっとここらへんさ、ここちょっとあれだな。ここ扉つけたいな、扉。うん、こうして。こういう感じだよ。こういう感じ。ちょっと先置こうか。これでできたんじゃないの？ん？あー、壁掛け松明ね。オッケーオッケー。もうビリン扉使わねえからな、もう。おいしょー。
いいね、いいね。これで、はい、こっちはもう完全に守られました。うん。守られましたね。で、あとは、あっぶねえな。置いて、壁掛けはあるよね。取り出す。できた。どえ。できたよ。おお、ついに上がれの檻が完成したが、これがあればどんな魔物が来てもこの街を守れる。素晴らしい、素晴らしいぞ。羅生門と名付けようか、この防壁ならゴーレムが攻めてきても街を守れるのかだと忘れたのかい。でゴーレムはこのメルキドの守り神だったのだ。ロッシンに何を含まれたか知らぬが、ゴーレムが我らを滅ぼすはずがなかろう。ましてゴーレムがメルキドを支配する魔物の親玉とは、我が輩は絶対に信じぬぞ。まったく根も葉もない噂を、皆の不安はおるよって。ああいう存在は町の発展の邪魔になる。いずれ処置を考えねば。処刑か。処刑消すか。素晴らしい防衛ができたな。はははは。あ、猪木の85ぐらいかな、これで。食す !90! いいね。ちょっと待って。うん。蝶々を決めた方がいいと思うのだがどうだ。まあ、鼻毛出てるやつはちょっとないけどな、蝶々、さすがに。鼻毛出てる蝶々はちょっとまずいと思う。決定力、包容力、忍耐力、体格、骨格、そして程よいセクシーさ、それが全てを兼ね備えておるのはこの町でただ一人。我が輩置いておるまえ。シェッ。いやーけど蝶々、いやーやっぱエテアペッパーを押すわ。ペッパー、いやビリン、いやペッパーか室伏の旦那だな。ペッパーか室伏の旦那が一番いいな。で、今んところびっくりマーク出てるのがいないから、ビリンのそのあれをどうやらやらなきゃいけないっぽいね。じゃないと先に進めないみたいだわ。このラダトームだったっけ、アムドーラだったっけ、なんかそんなやつの。はー、いい感じじゃん。街もいい感じに発展してきてるね。なんかドラクエのセブンのなんか移民の街やってる気分になれるわ。移民の街めっちゃ好きやったからな。あえていいね、いいね。働いてるね。約1名を除いて、約1名を除いてね。ん？大木槌の人形？なんだこれ、なんで押してんの女の。